どうもおはようございます。中田敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に明日のロトセブンについて軽く話をして、それから今日はロトシックスだから、ロトシックスの抽選前の心境について話して、最後にロトシックス結果報告をしたいと思います。今日はロトシックス、何個一致できるかな？前回の当選数字見た感じだと、そこまで、荒れた感じではないから、可能性はあるかなと思ってるけど、ただ少し数字変更したから、まあそこは多少不安な気持ちはあるけど、2回前と3回前に比べたらまだマシかな。2回前と3回前は20番台から始まってたから、かなり難しかってんけど、今回は1桁から始まってるから、その点で言えばまだ可能性はあるかな。ただ、30番台が本数字全く出てないから、まあそこはちょっと気になるけど、だから30番台が多く出たら当選はできない。30番台は1つしか予想してないから、たまに30番台が多く出ることがあるから、そこは多少不安な気持ちはあるけど、まあ昨日予想した数字2口も変更せずに、数字見たいと思います。ロト6はまだ当分そやな、様子見、購入はちょっときついかな。やっぱり難易度が高いから、だからその可能性がある時というか、当選できるんじゃないかなと思った時に一気に勝負かけたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。